円を積んだ現金輸送車が車ごと奪われ、まるで推理小説もどきの事件が12月10日午前9時20分ごろ東京都下府中市で発生しました。現場は人通りの少ない府中刑務所の脇。警察官を装った犯人は車にダイナマイトが仕掛けてあると脅し、日本信託銀行国分寺支店の車を巧みに奪って逃走。事件発生から約1時間、現場から500メートル離れた雑木林で現金輸送車を発見。犯人はここで車を乗り換えて3億円とともに伊豆湖へか姿を消しました。奪われた3億円は東芝府中工場でこの日支払われるはずのボーナスでした。犯行に使われたオートバイは本物の白バイにそっくり。このオートバイは去る11月盗まれたものでした。検問には1万人の警官とパトロールカーが動員されました。全車両の停止検問はたちまち交通麻痺を引き起こし、わずか2時間半で中止。脅しの材料に使った手製の発煙筒、右が本物の白バイ。捜査の結果、犯人は現金を運ぶ道順、時刻など全てを知り尽くしての犯行とみられています。翌日、都内の各銀行の現金輸送は異様な緊張の中で始められました。それにしても日本信託銀行国分寺支店は大金を輸送するのにあまりにも無神経だったと言えます。経路も運転手任せ、無線もないといった無防備ぶりでした。さらに犯行現場近くで逃走に使ったとみられる小型乗用車を発見。この巧みな犯行に捜査本部は犯人割り出しへ全力を挙げています。